やっぱりネイティブ目線みたいな。なるほど。結構英語の話してるんで、はいはいはい、日本の教科書とか見て日本ではちょっとルールにしすぎだなって思う時結構あって、 The と The を例えば、まあ、まず言わないの、それは。あ、ネイティブは絶対使わないの、はいはい、いつもわからないのは、始まりました。ムチチャンネル、さあ、わかりますね。はい、はい、一人で喋れーよ、バーンベランって言ってた。はい、ニック料理で、はい、やっぱちょっとね、ニックさん最近やっぱこのツイッターで、はい、Twitter、もう X か、もう X ね、あ、X か、そう、本当に、うん、毎回なんかエロ動画サイトだと思っちゃう。違いますからね、はい、やっぱ結構ネイティブ目線みたいな。なるほど。結構英語の話してるんで、はいはいはい、いや、ちょっとその発信しているのをはい、借りていろいろ喋っていこうかなと思う、はい、そう、これめっちゃ思うっていうのがよくあるんですよ、見てて。そうだね、なんか日本の教科書とか見て日本ではちょっとルールにしすぎだなって思う時結構あって、あ、はい、特に例えばもうすごい簡単に言うと The と The、 はいはいはい、はい、そう どっちを言ってもネイティブは分かんないから、うん、絶対そうなんですよ、うん、The Apple って言えるのに The にしなさいっていうの、そうそうって言われるの、うん、The Apple、 まあ自然に多分 The になる人が多いんだけど、はい、別に Eat The AppleApple now って言っても間違ってはないです。全然、普通に最近の言葉と思ってる、そんなことないです。全然50代60代もそうです。そうですそうです。全然そうです。もう誰も気にしない。てて、うん。で、本書いてる時に言われたんですよ。それだから、はい、The Apple じゃなくて The Apple で言わなきゃいけない、うん、日本は。そんなの、そんなルール誰あれもあるでしょ。I play guitar を学校で言うと間違ってる。実は、をつけなさい、うん。The は本当はいらない、実は。うん、楽器の座とかで言われる。そう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 。なんでって言われた。そう。でもやっぱ、例えば、I play saxophone とか、はい、サクソフォンだと The がないと違和感があるから、多分日本の誰かの先生が、もうとりあえず全部 The にしよう。なるほど。もう紛らわしすぎて。なるほど。そう。Drums はどうですか？ I play drums は大丈夫です。はい、いっぱいあるんで。ちょっと物申してもらおうと思って、ね、あーこれね、Could you can you、 あーこれもあるね、習う、日本はね、Could you は can you より丁寧っていう、ね、はい、ね、言い方、 Can you give me some water? ネイティブからするとどちらも同じぐらい丁寧で、はいはい、Please をつけると丁寧になるんだけど、実は文法的っていうか意味的に can you とか could you を言うと、水を持ってくることはできますかって聞いてるから、相手はできないわかる、その May I have some water の方が実は合ってるけど、はいはいはい、もちろんアメリカ人は May I より Can you とか Could you を言うんだけど、でもやっぱまあアメリカの学校的な英語と実際にみんなが喋ってる英語も違うから、なるほど、あとまあそんな Can I と May I とかもね、そう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 、 Can I と May I、 あの本当は May I が一番合ってる実は、うんうん、May I have some water、はい、だからその英語でよくこういうジョークがあるんだけど、例えば森哲に Can I have some water って言ったら、うん、Well, you can. で、何もやらない。はいはいはい。Give me some water, come on! みたいな感じになる。Can I go to the bathroom? Well, you can go to the bathroom! みたいな感じになるから、May I go to the bathroom? が合ってる。あれですね、丁寧な表現で、そのだから学校とかで、アメリカのね、学校とかで、May I って先生に言い直されたり、May I って言い直されたり。そう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 です。あと、ちょうど今日俺と、あとツイートするから、ツイートしないでね。ツイートしないで、なんだろう。簡単文を、例えば、まあ、まず言わないの、それは。あ、なるほど。俺人生で簡単文を聞いたことあるのは多分2回ぐらいで、一つは Little Red Riding Hood、 あ、はいはいはい、What big teeth you have とか、うんうん、What big eyes you have、うんうんうん、あとその歌 What a wonderful world とか、あ、 What a wonderful とか What a beautiful day、 What は意外とある。でも How fast he runs を言うと逆の意味、皮肉になって、あ、こいつめっちゃ遅いじゃないかっていう、とか How beautiful she is を言うと、もうめっちゃブスじゃんっていう意味になっちゃうから、ネイティブは絶対使わないの。はいはい、サーカスティックになるわけですね。そうそうそう、サーカスティック、なるほど。俺、はい、今日見たんだけど、はい、俺面白いと思ったのは、はい、Thanks って、ざいまっていう意味もあって、はい、例えば、はい、I brought you some water って言ったら、Say thanks って言うんだけど、And I also brought you 20 coffees みたいな、いらないもの、Thanks みたいな、そういう皮肉がめっちゃあるから、はい、逆側になることもありますね。そうそうそう、こういうのめっちゃ多いんだよな、やっぱ。The thanks to you って悪い、うんうんうん、Exactly、ね、Thanks to you はそうそう、まあ日本語で言うと俺なんかこぼしたらさすがにっていうみたいな皮肉。ネイティブさんがみんなできない OK やつがあって、この形を変えてくださいっていうので、うん、できるかな。 He is the taller じゃないの、 taller of the two brothers できちゃった。 Tallest?
あ、俺できた？合ってる。合ってる。トーダーが合ってる。うっす。トーダーが合ってるんだけど、みんなトーダスとって。うそ。これだったら、オールドだったら、どっち？ He is, これだったら、He's the older of the two brothers. He's the oldest. Oldest?あーやっぱオールドだとオールデストって言うんだ。違う？いやでもこれもオールダーなんだけど、オールダーそうなんだ。トールとでも違うのか。でもやっぱ間違って言う、みんな言う間違って、これ誰も選ばない。オールダー一人も今まで選んだ人に会ったことなくて。He's the oldest of the two brothers. Of the two brothers. なるほどね。だから今日本でやる学校だとオールダーになってるんだけど、いろんなそのネイティブ英語のアプリいっぱいある、あれオールデスト。そうだね。だからやっぱ今の英語を知りたいんだったら、多分教材はもう全部遅れてる絶対。わかる。なんか何年使うから。だからドラマとかしかないかもね、うんうん、そういうドラマとかアプリとかそういうのね、はいはいはい。いつもわからないのは You don't like it って言われた時に、うん、Yes で答えるか No で答えるか。ああそうだね、そうだね、うん、You don't like it だ。 Don't you like it だともうはっきりするんだけど、 Yes No が。そう、Don't you like itYes だと好き、うん、Yes でも、yes. You don't like it の場合に、まあ、Yes と No で人によって違うの、like、You don't like it を Yes を言うと、そう嫌いだよっていう。嫌いでしょってなる。そうそう。でも、うん、僕らは好きだって習う。そうそうそう。俺だったら、うん、You don't like it? No, I like it っていう、ね、そう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 、うんうん、これがね謎なの。まだなるね。あるドラマを見てて、一つのエピソードでも両方 Yes と No が両方出てる。ああ、だから本当多分人の違う、まあ人によって出てきたりとか。これはずっとわからないまま、そうやって言うアメリカ人は多い。おい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 、ノーアイライケっていう人は多いんだけど、僕らはそれは間違えて習ってる。あとはあれか、 Do you mind if I smoke? いや、そう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 。本当はやめてっていう意味なんだけど、みんなは Yes っていうね。あ、でもアメリカ人も多分、うん、だいたい Yes, I do mind って言ったらもうはっきりやめろっていう意味なんだけど、そうで Yes と No もだから混ざってるし、そう Yes go ahead とか言ったらもういいよっつってみたいな。でこれに Sure で答えた場合に OK でしょ。 Sure は OK。 OK ですね、うん、Steal ってOK で、で、トイックでできた時も OK だったの、これ Sure で。あ、そうなんだ。 OK で出てきたんだけど、日本にある英語の教材読むと逆も書いてあるし、半分半分って書いてある人もいるし。え、そのバラバラ。アメリカにある英語の教材あります？これ書いてるのかな、 Sure ってやってる、ね、書いてるかは分かんない。 Yes No は書いてあるけど、アメリカの英語の教材見たことないかも。日本ではこうなるわけで、実際は違うっていっぱい。うん、あ、Pardon。 Pardon ね。 Pardon がいわゆる、まあ僕らは英検の面接の時に I beg your pardon っていう、うん、pardon を使う時は失礼なことを言われた時だけ。あ、 I beg your pardon、うん、なんつったの、切れると。そう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 、ね、それぐらいかな、うん、まあ聞き直す時にもちょっと年いってる人だったら、まあ俺のママはたまに言うかもしれない、72歳だけど pardon me とかって言ってたけど、うん、だからなんか嫌なのはさ、 pardon って一応許しを請うわけですよ、許してくださいなのに、うん、英検このね、まあ、模擬面接とかやるんですけど、そうするとこれ、うん、I beg you a pardon、カード全くこっちも見ないで、見てない。カード見ながら I bet you はパートナー。やっぱ面接が一番難しいでしょ。そのね、テストの中ではね、もう許しを請うてないって、許してくださいみたいなね。あ、そっか。あと Excuse you 習わないですよね。そう、 Excuse you は習わない、ね、ちょっとなんか怒ってる時に言うやつね。そうそう、シアトルに、そうだ、一人旅行った時に初めて言われて、こう結構、まあ、10代の、まあ、黒人、すごいでっかい感じの人で、うん、でこう歩いてって、で向こうが避けて俺もこっち行って、あっ、うん、あーってなった時に向こうが Excuse you って言ってて、うん、そう、俺も一回飛行機の中でキャビアテンデントに言われた。ええー、ぶつけられて Excuse you なんじゃお前。キャビアテンデントとか言うとすごい、キャビアテンデントとか言うってすごいな、うん、まあ、それも、あ、 CA とかもそうですね、CA ね、そう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 、ね、そうそうそう、キャビンアテンダント自体言わないですね。え、スチュワーデスも一番ダメでしょ。スチュワーデスも昔のね、はい、男女差別になるみたいな、はい、みたいなやつかな、はい、キャビンアテンダント、フライトアテンダント、フライトアテンダント、だからキャプテンとかがキャビンクルーとは言うんだけど、そうです、あんまり普通の人がキャビンアテンダントとは言わないですね。はい、各飛行機で言うか言わないかチェックしてるんで。なるほどね、はい、言うかどうか。あとは上のこのオーバーヘッドコンパートメントのことをなんて言うかをいつも聞いてる。ああ、本当は何？オーバーヘッドコンパートメントでしょ？コンパートメントだけど、まあ、ロッカーっていう会社もあるし、あるか、会社によって言い方が違うね。いろいろあるんで面白いです、はい。はい、そんな感じで、ぜひニックさんの Twitter も見てください。ありがとうございます。ぜひいろんな面白いことを知れますので、はい、チェックください。ということで、はい、今回はニックに入れてきました。ありがとうございました。バイバイ。